ゆっくりしているか？何その挨拶は。今日は私たち、ゆっくりの対しての話をするからだよ。それもまた突然だぜ。いつものことだろう？まあ確かに。さあ、私たち、ゆっくりのことを話すよ。ゆっくりは私たち二人で始めたよ。正確な始まりはわからないそうだが、一応2008年が公式の初めてらしいぜ。その時も日本の2チャンネルの、AA ラスト化計画で出たらしい。AA ラスト化計画は、一言で言うとこれだよ。見えるかい？これを使うぜ。これが AA ラスト化計画らしいよ。そして、私たちの始まりらしいし、よく知っているヤルオとかも同じ出身らしいぜ。最初はニュース情報なんとかで使われて、後に実況に使わせて今になったぜ。そして、私たちをはじめ、他の東方プロのキャラたちを中心にどんどん増えているよ。もちろん東方以外にもゆっくりがいるぜ。どこかの正義の味方さんとか、カードで世界を守る人とか、奇妙な人たち。そして波乱はアニメの名前は知らないが、こんなこともいるよ。そうそう、私は名前は知らないが。とかもいるよ。いやいや、ちゃんと名前知っているんだろう。っていうかこれは違うよ。あ、違うのかよ。まあ、いいけどね。そして、ゆっくりで派生された東方キャラもいるよ。私のことかい？知っている人たちは知っていると思うが、社名丸あやから派生されているぜ。ふふふ、まあ、私はゆっくりだが、ちゃんと体もいるよ。かっこいいでしょ？